山本周五郎その年の5月は梅雨の繰り上がった形で鬱陶しいこの雨が下旬近くまで降り続きそれが上がったと思うといっぺんに暑さがやってきました。 湿気の多いところへにわかの暑さですから、ハエや蚊の繁殖も例年にないひどさで、流行病を警戒する宣伝が早くから行われる有様でした。そういう季節の一日、五道三章という個人名で、所長宛に書き留めの即達便が届きました。差出人は、久留ワ町の成瀬正彦。大きく、 必ず進展とありま狂和町の成瀬といえば旧藩主の一族でその大きな資産と一風変わった性格とで有名です私はすぐにその手紙を所長のところへ持って行きました僕には訳がわからない。所長は読み終わった手紙を押してよこしながらうんざりしたというふうに そのたくましい肩をゆり上げましたこういう人たちは警察をどう思っているんだろう自分の使用人とでも考えているんだろうかまあ読んでみたまえ私は手紙を取りましたそれはごく簡単なけれど小学生の書いたようにゆがんだ下手くそな鉛筆の走り書きで自分の生命に関する件で ぜひ極秘に相談したいことがある今夜10時に番書を繰り合わせて来てもらいたいその際できるなら交渉人を同伴するようにまた来訪は私服に限り玄関では石田光蔵という名を通じていただきたいこういう意味のことが書いてありましたしかし生命に関するということですから このまま放っておくわけにもいかないでしょう所長はしばらく何か考えていましたがやがてふと私の方へ振り返り君は半年ほど前にどの新聞かで成瀬家のことを書いた記事を読んだ覚えはないかと聞きましたそう言われて気がついたのですが長い病床にある成瀬氏と若い婦人のことについて 確かに美談風なことがどの新聞かに出ていたはずです。内容は忘れましたが、読んだ覚えはありますね。すまないが加してきてくれないか。私はすぐ書庫へ行って、小遣いに手伝わせながら閉じ込みを食ってみました。それは5ヶ月前の夕刊放置に出ていました。現代千見殿という題で、 美人と噂のの高い成瀬夫,夫人の記事はその5番目にあり3回にわたる詳しいものでした簡単に言うとこうです成瀬正彦氏は旧藩主の一族であり屈指の資産家として著名だが見解孤高の立ちで全く世間と交渉を持たず 深くその邸内に隠れて前者のごとき生活を続けてきた5年前氏は健康の衰えを感じて婦人を迎えた婦人はやはり旧藩主の士族の家柄だがすっかり霊落して数年前から成瀬氏の補助を受けていたのである新婦人の名は幸子年は18歳で女学校を出たばかりだった 成瀬氏はすでに56歳で年の開きも大きかったし夫人はその母校でも美人の名が高かったのでこの結婚は芳か,からぬ施評を受けたしかし間もなく成瀬氏は脳一血で倒れ半身不随で病床について以来夫人は献身的に夫の看護をして今日に至っている世間はこの点で 婦人に対する偏見を改めなくてはいけない家庭は成瀬氏子飼いの泉秘書と老木女中という寂しい人数だ放客もなし外出もしない開くことなき門閉ざされたる窓陰鬱な暗い屋敷の中で老いたる病夫のために幸多き日をささげ修道鬼のごとき明け暮れを送る歌人これこそまさしく ざっとこんな調子のものでした。行ってみるかね所長は新聞を読み終わってからそう言いました。美しい霊婦人に会えるだけでも値打ちがあるかもしれない。交渉人というのをどうなさいますか君の代理でいいだろう。本当に必要ならまた改めて行くさ。 多分そんなことなしで済むと思うがねえその夜10時5分前に私たちは成瀬邸を訪れました築地兵を取り回した広い屋敷内には隙もなく水ならやカヤやシイなどの常緑樹が枝を広げそれだけでも暗くジメジメした感じなのに建物が明治初期の洋館で がっちりはしているが窓の少ない英国風の陰気な造りですから重苦しく冷たい圧迫するような雰囲気がよどんでいましたせっかくですが主人は病中ですしどなたにもお会いしないきめですから玄関へ出た老人がこう答えました腰の曲がりかけた白髪のギスギスした老人です これがこの家でじいやと呼ばれる木内又兵衛でしたいやご主人は会ってくださるはずです所長はこう言いましたどうか石田密蔵が参ったと伝えてくださいきっとお許しが出るでしょうから老人はなお無表情な目で疑わしげにこちらを見ていましたがやがて奥へ聞きに行きほどなく戻ると 黙りこくった不機嫌な顔つきでどうぞという手まねをしました私たちは廊下を曲がってゆきもう古びた少しギシギシいう階段を上って三つ並んでいる扉の一番端の部屋の前に立ちました廊下を隔ててこちら側にも二つ扉が見え廊下の突き当たりはロ台家へでも出るらしい重くがっちりとした両開き扉になっています 老人がノックしますと室内から澄んだ鈴の音が聞こえましたそれをよく聞き済ましてから老人は扉を開けようやく私たちのために体をどけるのでしたその物々しい様子はこの家の日常の退屈で古臭い習慣と主人のかたなな好みを表しているようで私は早くも 不愉快な気持ちに襲われました2それは2軒に3軒くらいのひどく陰鬱な感じの部屋でした黒ずんだ緑色のカーテンを引いた窓の方を頭にして大型のマホガニー製の寝台がどっしりと据えられている。 部屋の飾り付けは単純で重々しく天井も壁もはめき細工の床も時代のサビと沈んだ艶を帯びていました寝台の右側に棚付きの脇テーブルがありその上に濃い藤色のシェードをかけた枕弁当がついている弱々しいかすかなその光が寝台の上に寝ている老人を私たちに見せてくれました 黄ばんだ麻のように怖い白髪と腫れぼったいまぶたとだらっとした締まりのない唇とがまず注意を引きましたしかしこれだけ見るのがやっとのことでした自尊心の強い人たちが誰でもそうであるようにナル瀬氏も私たちに顔を見られることが不愉快だったのでしょう険しく眉をしかめながら枕ランプの光から外向き 不自由な右手をだるそうに動かして椅子へかけろという合図をしました確かに護道くんですなあ成瀬氏は枕ランプの傘をかしげて光がまっすぐこちらへ向くようにしながら低い上に下のもつれるひどくガサガサした声でこう言いました確かに、 合同三生君に間違いありませんな。もしあなたが。間違いなく合同です。ご相談というのを伺いましょう。わしは体が効かない。このとおり舌もよく回らない。 おそらくものの判断も不正確だろうと思う。だから君が五道君の名を偽っているのだとしても見破る能力がないかもしれない。そう思いはせんかね舌がもつれるので聞きにくいし。 変質的に疑い深いネチネチした調子なので所長もいささか気を悪くしたのでしょうそんなにご不審ならこのまま帰ることにしましょうとうたって椅子から立ちそうにしました君は怒ったんですか成瀬氏はこう言いましたまあかけてください わしは一般に人間というものを信じないたちなんでね。が、君が五道くんだということは確からしい。よろしい。信じましょう。ご相談を伺いましょうか。これを。 こう言いながら成瀬氏は例のよく聞かないブルブルする右手で一枚の紙を差し出しましたこれを読んであなたとそこにいる交渉人とで立ち会い保証をしてもらいたいのだ所長は受け取って開きましたそれは遺言書といったもので 自分の死後、成瀬家に属する全資産は、甥いの松川育造に譲る。育造は、その中から現金で一万円を世の妻幸子に与えること、当氏の事前事業へ一万円寄付すること、右二条を実行する義務がある。これに対して、親族中のいかなる意義も差し挟むことは許さない。 こういう文言の後へ署名捺印がしてあります。所長は困ったようにため息をつきました。これはかなり重要な問題ですな。事情もあることでしょうが、しかしどうして私を立ち会い人に選ばれたのですか。他にいないからだ。 ナルセ氏は冷笑するような調子でこう答えました「わしの周囲には信ずることのできる人間は一人もおらんみんな頃のごときやつらばかりだしかもわしは生命を脅かされておる」 生命を。合同君のことはたびたび新聞で読んだし、警察署長という身分がこの遺言の立ち会人としても、また、わしが殺されようとしている事実に対しても、 誰より有力な立場にあると考えたからだどうも信じかねますなあ所長はこう言いながらふと手を伸ばしてナルセ氏の方に止まっている顔を追いましたあなたのようなご身分の方がそんな危険な状態にあるとは私には信じられません君が信ずる 信んぜないは勝手だ。そしてわしも自分の感覚が全く健全だとは主張しない。しかし、わしはこの目で見るのだ。ナルセ氏はちょっと言葉を切り、どこかを見つめるように瞳を凝らしながら続けました。毎晩、 十二時頃に、誰かがこの部屋へ入ってくる。そして、その脇テーブルの上にある、わしの収素剤シロップの入っている水飲みの中へ、何かの薬滴を入れる。それから、 またそっと出てゆく毎晩だ毎晩12時頃には必ずこれだけのことを見るんだそれだけではどうも所長はじっと病人の顔を見守っていましたひとつ もう少し詳しく聞かせていただきたいですな。わしの体には、もう収素剤だけしか用がない。それも、午後と夜半の二回、新規更新の起こる場合だけに、おいの幾三が、 その二度の収素剤シロップを作ってくれる。午後一時に一回。午後八時、彼が帰るときに一回。わしの見ているところで、そこの薬棚から薬を出して、作ってくれる。 くれるどうして奥さんがなさらないのですかああ黙っていてもらいたい君にはわしの立場が分かってはいないのだ成瀬氏はほとんど怒りの動きでこう言いました泉は この家で子飼いからの人間だ。幸子はわしの妻だ。けれどもわしは、わしは食事をじいやに作らせる。薬はおいのほかに手をつけさせようとは思わない。決して。 だが、こんな家庭の内情は、君には無関係だ。毎夜十二時に何者かがわしの飲むシロップへ薬滴を入れる。君には、この事実だけを知っておいてもらいたいんだ。 およそだれかというけんとうはおつきにならないのですか。おとこかおんなかわかいかろうじんかというこのまくらでんとうは工が弱いしょっこうがよわいしそのにんげんはくすりとだなのむこうがわへひかりをさけてくるからその上。 わしの視力はすっかり衰えておるので男女の区別さえわしにはつかんのだがだがと言いかけた時成瀬氏の左の方がピクピクとけいれんしました。 大きシマカが1匹そこに止まって血を吸っているのです所長はまた静かに手を伸ばして追ってやりました「それではあなたがご自分の生命に危険を感じていらっしゃるのは夜半に誰か来てあなたの召し上がる薬の中へ何か毒物用のものを入れるつまりこのことを指すわけですね」 食べ物にだって入れるかもわからん。成瀬氏は抑揚のない声で言いました。だが、わしにとっては、そんなことはもう重大ではない。わしは、この通り、ほとんど全身不随で、生きた死骸も同様なんだ。 死ぬことを恐れはしない。だが、わしの喉を閉める手に、わしの遺産を握らせるわけにはいかん。それだけは断じて許せない。おわかりかな、五道くん。失礼ですが、 所長はちょっと間を置いたから言いました。私に二三ご家庭のことを聞かせていただけませんか例えば、泉という人の。いや、断る。わしは、ナルセ・まさひだ。わしが生きている限り。 家庭の内情を探索するようなことは許さぬまたどこにそんな必要があろうそんなことはわしが死んでからで十分だ成瀬氏はゆらゆらと例の右手を振りましたそれからあなたは ここでその遺言書に署名捺印して無論そちらの交渉人にも同様にしていただきたいそこに硯箱が出してありますから寝台のこちら側つまり私たちのかけている椅子のすぐそばに小さな書き物机があり その上に螺鈿の立派なすずり箱が載っています。おやじどうするだろう。私はこう思いながら見ていました。ところが所長は無造作に机へ向かい、すずり箱を開けて筆を取りました。そして署名を終えると、肉地へ親指の腹をつけてインを押し、振り返って私にもやれという合図をします。仕方がありません。 私も同じように署名と母音を押しました。おー。結構だ。ナルセは念入りに二人の名を見てから、それをこちらへ返しました。これで結構です。どうか預かっておいてください。私が預かるというわけですか。 その他に安全な保管法はないのです。どうか、それを確実に預かっていてください。そして失気だが、疲れましたから、これで引き取っていただきましょう。ナルセ氏は深い吐いをつき、 腫れぼったい目を閉じて沈黙しました。どこかの隅で蚊が鈍いうなりをあげているきり、ひっそりとして何の物音もしません。少将はやがて物うそうに椅子から立ち、お大事にと言ってその部屋を出ました。あんな書類へ署名だとしていいんですか？暗い夜道を木とにつきながら、私はこう聞きました。 いくらなんでも少し乱暴だと思いますがねちょっとした事前だよ僕たちが署名したって法律的に効力はありゃしないしかしそれで病人の気が休まるなら結構じゃないかもし本当に殺人でも行われたとしたらどうですこの場合には法律的効力のない遺書に当人の意志があるのですから ナルセ氏にもしものことがあったとすると妄想ううだよ所長は頭を振りましたあの人は平常から一種の変質者だったそれが寝台へ横になったきりわずかに右手だけしか動かせない体で死期を待っているその苦悶がいろんな妄想を生み出すんだ 本当に殺意を持つ者があるとすれば毎晩12時に来てうんぬんなるという思わせぶりな下手な方法をとるはずがないよ私にはどうもそう思えませんなんだか頭に引っかかっているような気がしますと言って別に理由はないんですが美しい霊婦人に会わなかったからさちょっと当てが外れたわけだろう。 こういって所長は笑いましはまた。とにかく成瀬氏は容易に死ぬ人じゃないそれは僕が保証するよご当人はむしろおきの毒だがね所長はそれきり成瀬氏のことは口にしませんでしたけれども私には気になってならない陰鬱なあの堤内の風景巨万の富と寝たきりの病人 まだ若い孫のような美しい妻青年秘書病主人の甥あの不機嫌なギスギスした老木暗く重苦しい部屋の中でうなっていた一匹の蚊そういうものが頭の中でしきりに明滅するのですそして夜ごと十二時頃に病室へ忍び込んで 素材シロップの中へ何かの薬滴を入れる怪しい人影などが私はどうにも気持ちが落ち着かないのでとうとう自分で成瀬家の内情調査をやることにしましたそれには5日ばかりかかりましたが大した収穫はありませんでした秘書の泉優作は少年時代に拾われ成瀬氏の世話で薬学専門学校を卒業しています しかし、氏は泉くんを独立させようとはせず、それ以来ずっと資産管理の助手のような仕事をさせてきました。泉くんは陰性なくらい和なたちで、もう年も32になるのに独身ですし、最近は非常に不機嫌なイライラした様子をしているそうです。これは年齢や環境や当人の位置から見て当然のことでしょうが、私は、 そこに何か危険の兆しがあるように思え「これは注意しなくちゃいかんぞ」と一人つぶやいたくらいでした松川育三というのは成瀬氏の弟で松川家養子に入った義彦という人の息子です。 中学2年生の時に父母と一緒に米国へ渡りロサンゼルス在で農園を営んでいたが間もなく流行病で父母に死なれて農園を失い転々と職を負って放浪した末 C という大学の学牧をしながら放課を卒業したそれからサンフランシスコで5年ほど弁護士をしてみたが面白くゆかず半年ばかり前に帰国して叔父を訪ねたナルセ氏は 長い描画で気が弱っていたところ肉親の老いを見たので大変喜んだそうですそしてこれから自分の身の回りの世話をするようにと言いました育三氏はこの市で弁護士を開業するつもりだったがおじの頼みを聞いてその方は延期することにし辻町の下宿から毎日あの屋敷へ通って午前9時から午後8時まで ナルセ氏のそばにつきっきりで面倒を見ている屋敷へ来て住むようにと言われているがおばがまだ若くあまりに美しいし自分も独身だからそう言って育三氏は相変わらず下宿に寝泊まりをしている概略こんな状態だったのです誠に麗しいおじおいの関係ですが米国での生活や帰国した理由に裏があるかもしれない 一概に麗しい関係で片付けるのは尊計だ私はこう考えましたこの他にまだ幸子夫人や木内老人のこともあるのですが特にあげる必要もなし退屈でもありますから略します私が調べただけのことを所長に話しました所長は眠そうな目で私を見ていましたが大きなあくびをしながらこう言ったものです それはそれはつまり全く問題にしていないわけです私はがっかりして引き下がりました確かその翌朝でした出勤するとすぐ捜査主任が事件の起こったことを知らせに来ました毒殺の疑いの濃い死亡届がありましたので柴山君、というのは警察医です と一緒に行って参りまりす。どこだね、それは狂わ町の鳴瀬亭ですご主人の正彦氏が被害者のようだと聞きました所長の状態がぐっと硬直しその手からペンが転げ落ちました所長は私を見ましたそれから「一緒に行こう」というなり すぐ帽子を取っていつから立ちました。私の興奮がどんなに強かったかはお察しください車が成瀬邸へ着くまで私は一人頭の中でいろんな人物やさまざまな場面を組み立てたり崩したりしていましたとうとう事実になったとうとうなどとつぶやきながらしかしまあ 話を急ぐことにいたしましまょうナル瀬邸へ着くと最初に呼ばれて死体を見た池崎という内科の博士がいて私たちを2階の例の部屋へ案内しましたナル瀬氏は寝台の上で片手にガラスの吸いのみを掴んだまま死んでいました黄色く汚らしい白髪が乱れかかり目を大きく見開き口を開けています 何か非常な驚愕に打たれたとでもいうような表情で頭はやや右に傾き吸いのみからこぼれた薬液で寝巻きの胸からシーツまで濡れているカーテンが絞ってあるので何もかもはっきりわかるのですがその他には動いたものもなく変わった様子も見当たりませんでした今朝5時ごろに電話で呼ばれまして。 池崎博士はこう説明しましたすぐ来て診察したのですがどうも死体の表情が異様ですしこぼれている薬液に杏ん用の臭いがありますので水い飲みの中から少量を取って一度宅へ帰りすぐ試験してみますと生酸カリが検出されたそれでとりあえずお知らせしたようなわけです もろん寮ですな。こう言いながら所長は寝台の下から何か拾ってみていましたがズボンの隠しへ素早く押し込んでではもうここで検視をする必要もありませんな念のためあとで解剖だけはしてみますが捜査主任が来て検事局へ電話をかけたこと会課に家族の集まったことを告げたので 池崎博士には引き取ってもらい私たちは開花の応接間へ行きましたそれは大理石のマントルピースをつけた堂々たる暖炉のある重々しくて広い立派な部屋でしたゴブランの壁掛けも全ての家具椅子や肘掛け椅子やテーブルなども高画な細工のがっちりしたものです家人たちはすでにその部屋の中に集まっていましたが 妙なことにみんな離れ離れに立っている夫人は肘掛け椅子に家内老人は壁際に女中は扉口に泉君は窓に持たれてという風なんですこの不幸を共に分け合おうという様子は誰にもなくお互いに反発し意味はばかっているといった具合でした松川という個人の老いにあたる方があるそうで 捜査主任が椅子にかけながらこう言いました今電話をかけましたところすぐこっちへ来るということでしたから所長はうなずいてでは皆さんに少しお尋ねいたしますと尋問を始めました私は所長が発見者の木内老人を尋問している間に 幸子夫人と和泉秘書とをそれとなく観察しました夫人は予想よりはるかに美しかったそれは確かですがその美しさにはどこかしらヒヤリとする例えば石像のような冷たい感じなのですあまりに整いすぎた美人というものは非人情に見える夫人の美しさはその類いかもしれません しかもその顔には悲しみの色がみじんもなくむしろ冷笑するような徹底的な無関心が感じられたのみで私はふと「水飲みの中へ毒物を入れたのは婦人ではないか」という疑いを覚えそれが少なくも不自然に感じられないのに自分で驚きました。 5窓に持たれている泉秘書は異常に興奮しそれを表に表すまいとして懸命に努力しているのが明らかでした彼は痩せ型のかなりな長身で細表の憂鬱な顔立ちです血色は悪いし額には苦悩するもののような深いシワが刻まれているし 不眠の後のように唇は乾き、目は神経質に絶えず動いている。立っている足を暇もなく踏み替え、腕組みをしたりほどいたり、すべての様子が全く落ち着きを失っていました。所長の尋問は、この間に木内老人から女中へ移り、そこで一つの事実が発見されました。それは昨夜十二頃に、人が 母屋からどこかへ出て行き30分ほどして帰るのを女中が見たというのですあなたはどうしてそれを見つけたのです先日から縫っていた人と獲物が上がりかかっていましたのでつい時間を忘れて縫い上げたのが12時ちょっと前でしたそれから片付けてお手洗いに行こうとしますと奥様のお部屋が空いて出ていらっしゃいますから おこごとをいただいてはと思って伝統を消し、そっと立っておりました。奥様は廊下をこちらへいらして、私の部屋の外を洋館の方へおいでになったのです。それで私は手洗いに参り、帰ってすぐ休んだのですが、それから30分ほどして、奥様がお部屋へお帰りになるのを聞いたのでございます。その時、 何か変わった様子に気がつかなかったかねいいえ、何も気がつきませんでした。所長は、ついで泉秘書を呼びました。彼は挑戦するような姿勢で椅子にかけ、尋問に対しては投げやりな、ぶっきらぼうな調子で答えました。彼は10時に寝て、1時間ほど本を読み、そのまま眠って何も知らなかった。 朝早く木内老人のけたたましい叫び声で目を覚まし、病室へ駆けつけて初めて主人の死を知ったというのです。その時、病室で何か変わったことを見なかったかね何も気がつきません。すぐ会花へ行って医者に電話をかけ、そのまま会花で医者の来るのを待っていました。所長はなお二三質問した上、 今度は幸子夫人の尋問に移りました夫人はその表情と同じ冷淡な少しも感情の表れない調子でしかし言葉少なり答えました成瀬氏が彼女の世話を好まなくなったので午後一度5分ばかり見舞いに行くほか半年以来ほとんど病室には近づかないこと今朝は やはり木内老人の叫び声で初めて返事を知ったことなど所長は例のように目をつぶりだるくってたまらないという調子で尋問を続けましたゆうべ12時ごろにお部屋を出て30分ほどしてから帰られたということですがそういう習慣が終わりなんですか習慣というわけではございませんが この頃ずっと不眠の癖がございますので、時々気分を変えるために部屋を出ることがございます。昨夜は、どこへいらっしゃいましたか昨夜は。夫人はちょっと口ごもったようです。何ですか昨夜は、洋館の方で何か物音がしたように思いましたから、それで行ってみたのでございます。どんな物音でしたか それから、あなたはどこまでいらっしゃったのですか。ちょうど揺れ度が合わさる時のような音と申したらよろしいでしょうか。それが二度かすかに聞こえたような気がいたしました。私、洋館の扉口まで参りまして、しばらく耳を澄ましておりました。でも、それからは何も聞こえませんでしたので、部屋へ戻ったのでございます。お宅にも、 揺れ動がありますか。夫人は黙ってかぶりを振りましたその時一人の男が刑事の案内でせかせかと入ってきました彼はもう四十近い年齢で薄ハゲで頬のこけたごく平凡な顔立ちですが着ている服は外地で作ったのでしょう下手も生地もいいがかなり立派な柄物で荒い斜めじのケバケバしいネクタイを締め 右手には大きな指輪が光っていましたやはり血筋でしょう風貌にどこかなるせしと似通ったところがあり私はすぐ松川育造氏だと思いました所長は夫人の尋問を打ち切って彼の方へ立って行きましたそうです松川育造です彼は落ち着こうと努めながらしかし不安に耐えかねるという風でした たどうしたのですか何かお父に変わったことでも2二階へ参りましょう所長は沈んだ声でそう言いましたしかしどうぞあまり驚きにならないように所長と私とで彼を病室へ案内しました彼はそこへ入るなり あーと言って棒立ちになりまるで殴られたように全身を震わせましたしかしそれはほんの一瞬間ですついで彼は突きのめされたように寝台のそばへ駆け寄りじっと死体を見つめましたがその時おののくような声で「自然じゃない自然じゃない!ない」とつぶやくのが聞こえました とうとう事実になった。他殺だ。殺されたんだ。ああ、おじさん。私は所長を見ました。何しろ医者と私たち以外には、まだ誰もナルセ氏が毒殺されたということは知らないはずですから、彼だけがいきなりそういう言葉を漏らすのは理由がなくてはなりません。しかし所長は、 黙って松川氏の腕を取り寝台から引き離すようにして階下へ降りました六松川育三を加えて所長が元の席へ着くこれで関係者はそろったわけです所長は育三氏に向かってけさ四時半ごろ 木内老人が毎日のように朝食を運んで行った時成瀬氏の死んでいることが発見されたこと呼ばれた医師が死因に疑問を持ったので自分たちが一応の調べのために来たことなどを説明しなおこれについて育三氏に何か思い当たることはないかと尋ねました彼は幸子夫人や泉君の方へ時々鋭い一別をくれながら し叔父の,の世話をしに通うようになって以来のことを巧みな英語交じりに落ち着いた調子で語りましたけれども「成瀬氏の死については何も心当たりはない」と答えるだけです所長はしばらく彼の顔を見ていましたがやがて「それではさっき信頼のそばであなたの言った言葉の意味を説明してください」 とっこれは自然ではない他殺だ殺されたのだあなたはこうつぶやかれたあれはどういう意味なのか聞かしていただきましょうかいやあれは育三氏はひどくまごつき顔をあからめさえしました私は逆上していたんです 叔父の死があまり突然だったものですから。あれは失言です。だって、そんなはずがないじゃありませんか？私はあれを取り消します。しかし、あなたはこうも言われた。とうとう事実になった。これには何か理由があるでしょう。念のために言いますが、こういう証言は神聖です。 それは時に死者の代弁ともなるものです。勇気を持ってあなたの知っていることを言ってください。事実はいつか現れずにはいないものですから。申し上げましょう。丸一分ばかり考えた後、幾三氏は低い声でこう言いました。実は半年ほど前から、 おじがときどきこんなことを訴えるのです。毎夜十二時ごろ、誰かが病室へ入ってきて、収穫剤シロップの吸いのみへ何かの薬滴を入れる。俺は毒殺されるに違いない。こういうのです。私は信じませんでした。 おそらく病気がおじの脳を犯した結果そういう妄想が起こるのだろうと考えましただってそんな恐ろしいことがこの家で行われるわけがないのですからしかしおじの言葉は忘れえなかったのでしょうさっき死に顔を見た時反射的にそれが現実になったのだと思いつい カッとしてあんなことを口走ってしまっまたのです。かなり重大なお話ですな所長は何か思いふけるような調子でこう言いながら目を上げました奥さんお聞きのとおりですがあなたはご主人からそういう話をお聞きになったことがありますかいいえ。 かのようににくなったた。をわずかに横へ振りました私、聞いたことはございます。泉秘書も木内老人も、女中はもちろん誰も聞いていないと答えました。所長はそこで静かに椅子から立ち、重々しい口調で次のように言いました。誠に残念ですが、奥さん、私は職務上、 あなたを本所へお連れしなければなりません。泉くんも同様です。どうか二人ともすぐその支度をしてください。僕がなんで僕が泉くんは憤然と叫びました。一体どういうわけです僕にどんな疑いがあると言うんですどんな見せましょうか 所長は冷ややかにそう言いズボンの隠しからくしゃくしゃになった一枚のハンカチを取り出しましたここに和泉という姓の縫い取りになっているハンカチがあるこれは君のものだと思うがどうですむろん僕のです和泉くんの顔は激しい動揺が現れましたそれがどうしたんですか これが病室の寝台の下に落ちていたんだ。寝台の下に。所長は珍しい刺すような口調でこう言いました。君は薬学専門学校を出ているそうだね。毒物の治療もよく知っているだろう。これが君に対する嫌疑の理由だ。しかし単にそれだけじゃない。 夜半十二時に病室へ行って、水い飲みの中へ毒薬を入れるものがある。そしてそれのできるものは、失礼だが、奥さんと君より他にない。これでも君には何か意義があるのかね泉くんは頭を垂れました。それは大きな力で打ちのめされたような。

松川氏の方へ振り返って、大体お聞きのとおりですが念のため成瀬氏の依頼を解剖することになると思いますお気の毒ですがご了解願いますこう挨拶して主任を呼びました検事局からはまだ来ないのかね検事局からはまだ来ないのかねバカに遅いようだがもう一度催促をしてくらないか 僕は二階にいるから。そして所長は私に目配せして椅子から立ちます。私は息苦しくなったこの部屋から出ることにほっとして、所長と一緒に二階へ上がって行きました。7 2階へ上がった所長は病室の前で立ち止まり廊下の左右を見回していましたがやがて病室の反対側にある扉を開けました中は真っ暗です「マッチはないか?」というので私は隠しを見ましたがあいにく持っていないもんですから死体の番をしている刑事のところへ行って借りてきました所長はそれを20本余りも燃やして丹念に部屋の中を調べ回ります そこは家具重機の置き場と見えて作り付けの戸棚があり寝台とか椅子などという道具がいっぱい積み重ねてありました久しく人の出入りがなかったのでしょう空気は濁ってカビ臭い匂いが鼻をつくようです所長は床の上を念入りに調べ白い大い布の掛けてある寝台の上を手でなで回すと約10分ほど熱心に歩き回っていましたが よかろう。とつぶやいて、その部屋を出ました。この部屋に何か関係があるんですか私は不審に思ってそう聞きましたが、所長は何も答えないで、今度は廊下の突き当たりまで行き、そこにある両開き扉を開けるのです。それはすぐ開きました。外へ出ると露台で、 鉄の非常はしごが庭へ降りています所長はそのはしごを降りて一段ずつ丁寧に調べなおはしご周りの土まで身をかがめながら見て回りましたわけのわからないこの捜査が終わった時主任が検事局の人たちを案内してきました彼らは自動車の故障で遅れたのだそうですぐ病室へ入り現場調査を始めましたが これは話す必要がないでしょう。私たちは証拠物件を納め、成瀬氏の遺骸を運び出した上、幸子夫人と泉市長を連れて、その屋敷を去りました。ご抽象のところ、大変ご迷惑ですが。自供するとき、署長は松川氏にこう言いました。夫人の留守中、この屋敷はあなたにお願いします。 いずれご相談もありますから役には立たんでしょうが承知しました育三氏はこう言ってふと声を潜め懇願でもするふうに所長の目を見上げましたしかしどうかあの二人の嫌疑が晴れてくれるように祈りますそんなことのできる人達ではないのですからおばも泉も善良な人間です きっと何かの間違いだと思いますから所長は微笑しながら肩を揺り上げ何も言わずに玄関へ降りました車で車へ帰る途中所長は深いため息をつきながら沈んだ物うそうな声でこんなことを言いました「成瀬氏は気の毒な人だ」「僕は前にもあの人の変わった性格についていろいろ聞いているが」 まったく悲劇の一生というほかはない。生きている間、親族と往来せず、友人もなく、世間とも没交渉。愛し愛されたこともない。あれだけの富を持ちながら譲るべき子もなく、死んでも一人として心から嘆くものがない。 これらは皆ナルセ氏の変質的な独善主義から来ている誰の罪でもないんだしかもこういう独善主義は周りを独さずにはいないこういう悪ガスは必ず人を中毒させるどうしたらその中毒から救うことができるだろう どうしたら私は思わず「ははーとうなずきました事件はすでに解決に近づいている例によって所長の頭ではもう仕上げの計画が始まっているこう推察したからでしたしかし私は黙って半ば目をつむっている所長の横顔を眺めていました 所へ着くとすぐ所長は主任を呼んで夫人と泉とを徳五号へ入れるように命じました一緒にですか主任は目を見張って夫人をあの男と一緒に入れるんですかそのための調査室じゃないか所長は上着のボタンを外しながら言いました2二人で置く方が話は早いし 思いいががけけないことが聞けるよ。やってみたまえ。主任は不安そうに出て行きました特5号は調査室とも呼ぶ保護室の一つで部屋の三方にマイクロフォンが装置してあり中で話すことが全て離れた別の部屋で聞けるようになっているこの2人のような場合には最も適切な部屋でした 所長が上着の前をはだけてぐったりと椅子にかけた時私は例の遺言書のことを持ち出してみましたとうとうあれが問題になってきましたね所長個人の意思を果たすためにはあれに法律的効力を与えなければならないそれができないとすると私たちはいいから 30分ばかり眠らせてくれ所長はこう言って椅子の背いもたれかかり目を閉じながら大きなあくびをしましたうーうーうー30分ばかりな今日は柄にもないことをしてすっかり疲れたよ頼むから少しそっとしておいてくれその夜は 主任と一緒に署で泊まりまりした。特5号でいつ2人の話が始まるかわからない始まったら聞かなくてはならないからですしかし朝まで何の知らせもなくスピーカーの番をしていた内勤の話ではまるで無人の部屋のように静かだったそうです朝になって署長が出勤しますと柴山警察員が死体解剖の報告に来ました しかしその時徳5号で話が始まったという知らせがあり私はすぐ飛び出しましたので会見の結果を聞くことができませんでした駆けつけたその部屋にはすでに主人が来ており内勤の調節しているスピーカーからは女のすすり泣きの声が流れ出ています私は素早く紙と鉛筆を取って即帰にかかりました 8あなたが私を嫌っていらっしゃることは、よく知っています。やがてすすり泣きの中から、こういう婦人の声が聞こえてきました。でも、あなたはご存知がないんです。私がどんな気持ちで生きてきたか、5年の間、どんな気持ちで私が生きてきたかということを、 込み上げるおえつのために言葉が切れました痛ましいとも悲しいとも言いようのないそのおえつは私の目にふと晩秋の広野を描き出させたのです少々と風の渡る広い広い草原傾きにさらさら打ちなびく秋草の中に耐え耐えの音を上げて虫が鳴いている灰色の重たい雲に 閉ざされた空遠くはるかに横たわっている地平線あらゆるものの死に絶えたようなわびしい眺めの中でむせぶように細々と虫が鳴いているこういう思いが私の心をいっぱいにしたのですあなたの冷たい身振りが憎みののしるようなあなたの目が昼も夜も私を苦しめる 眠っていてさえもそれから逃げられない。私は悲しくて、辛くて、生きていることにさえ耐えられない気持ちでした。五年間、いつかは本当の私を知っていただける時が来るだろう。ただその一つを頼りに、今日まで生きてきたのですわ。何のためにやや長い間を置いて、 男の冷淡な声が聞こえました。今になって、何のためにそんなことをおっしゃるんです何もかもおしまいだからです。もう、あなたとはお会いすることもできなくなるでしょう。生きているうちに、こうしてお会いできる間に、一言だけ聞いていただきたかったからです。あなたが苦しんできたということをですか それを僕に信じろとおっしゃるんですかいいえ。夫人の声は振り絞るように悲痛なものでした。いいえ、私が愛していたということですわ。私があなたを愛していたということですの。団長という表現があるとすれば、 その時の夫人のおえつはそのまま断腸の叫びだったと言えましょうギリギリの窮地に陥り救いのないような立場に追い詰められて身も心も投げ出した告白に違いありませんあの高価な応接まで見た夫人の美しい姿非人情で冷ややかないささかも感情の匂いのないあの美しさには このような激しい情熱が秘められていたわけです。夫人のおやつを塗って、泉秘書の声が低く聞こえてきました。これも、苦悶に押しひしがれた痛ましいうめきでした。あなたが愛していたんですって。あなたが、この僕を愛していたんですって。奥さん。 やめてください。あなたはそれが逆だということをよくご存知じゃありませんか。愛していました。この他には何も聞いていただくことはございませんわ。私、あなたを愛しておりました。込み上げるお悦のために途切れがちなその囁きには、どんな小さな疑いを差し挟む余地もない真実がこもっていました。 ああという男のうめきが起こりそのまま長いこと夫人のすすり泣きだけしか聞こえてきません夫人はどのような姿で泣いているのでしょう男はどんな気持ちでそれを見ていることかこれからどんなことを言い出すだろう私は強い好奇心と期待のために汗の出るほど 鉛筆をたく握りししめました僕は、あなたを憎んでいました。随分経ってから、泉秘書がそう言い出しました。あなたがそんなに美しく、そんなに若い年であのような老人のところへかして来られたから、石のように冷酷な、 人間らしい感情のちりほどもないあんな老人のところへ。何のためにあなたは嫁いできたんです何のためにその訳はあなたがご存知ですわ。私、あなたは哀れんでくださると思っていました。僕が初めて伺ったとき、泉くんは、 遠い過去を思い巡らすようにこう言いました。あなたはまだ女学校の一年生だった。それから学校を卒業なさるまで、毎月の末には決まって僕はお宅へ補助費をお届けに行った。この間も美しく育ってゆくあなたを見て、僕がどんなに夢と絶望とで苦しんだか。 知ってはいらっしゃらないでしょう。僕は自分の価値を知っていました。将来も分かりきったものです。結局諦めなければならない。それにはここから逃げ出すことでした。そしてその決心をしたとき、あなたがなる世ケへ嫁いでくることを知ったんです。僕は動けなくなりました。 どうしてでしょう。ナルセ氏は、あなたのお家とその婚約を条件に補助されたという。僕はそれを聞いて憎悪の虜になったんです。僕があのように苦しみ悩んだあなた。どんなものにも変えがたく思い憧れたあなた。その人が、 わずかな補助の代償として身を売った。よろしい。見てやろう。僕はこう思いました。この不得意な結婚が平穏であるはずはない。ナルセ氏は初めから病人だった。あなたとは一度も寝室を共にしたことがない。 こんな不自然な関係はきっと破滅する時が来る。必ずそして僕は来る日も来る日もあなたを憎み、ナルセシを憎み、あの家の破滅する時を待っていたんです。私、 あなたを愛していましたあなたをあなたを愛しておりましたの夫人はむせび上げながらただこう訴えるばかりでしたあなたを愛してあなたをこの時 誰かが後ろからスピーカーへ手を出してプツンとスイッチを切りましたびっくりして振り返るといつ来たのかそこに所長がいますどうしたんですかと聞く暇もなく「もういい行こう」と言って立ち上がります二人の会話はちょうどクライマックスに来ていたので残念でしたが 仕方なしに私も後ろから立って行きました。あの憎悪が結局今度の犯罪の原因なんですね。私は廊下へ出ると所長にこう言いました。不特技な結婚に対する憎悪とその底にある夫人への激しい愛が結局はああいう異常な形で現れたのでしょう。あれは表現だよ。 所長は子もなげにこう答えました「憎悪などありゃしない」あれは和泉君の愛情の深さを表現する言葉だ俺が聞きたかったのはあの言葉さ二人は互いに愛し合いながら境遇に支配されて素振りにも出せずにいた応接まで尋問しながら俺は多分そんなことだろうとにらんだんだ ことさら反発し合うような二人の様子はそのまま愛の漂白に見えたからねナルセ氏が死んで鎖は切れたしかしそれだけでは救いようのないほど二人は毒されている時を外してはダメだなるべく早く真実を告げ合う機会を与えなければいけない俺はこう思ったんだ そして幸いそれが成功してくれたんだ。これで二人は救われるんだよ。それでは、ナルセシを毒殺したのは誰ですあの二人が無関係だとすると、ナルセシは毒殺されたんじゃないよ。何ですって私は所長室の扉の前で棒立ちになりました。では一体、 あの人は心臓麻痺で死んだんだ。何か非常に大きなショックを受けた結果ね。死体を解剖してそれがはっきりした。毒殺犯人などはいやしないんだよ。だって所長、現に僕たちは毎晩12時頃にという例の話をナルセ氏の口から聞いたじゃありませんか。そして現在その吸い飲みを持って、 その次は死んの下のハンカチかね所長はこう言って笑いながら剣をつけ帽子を取り上げましたさあ行こう君の純朴な疑問を解いてみせるよ車は呼んである所長は一度引き返して主任に何か言い置きをしましたそして私たちは車で署を出かけましたが着いた先は成瀬邸です 出迎えた木内老人に「松川さんにどうぞ」と面会を求め応接前通りました5分ばかり待ったでしょうか松川氏は和服の着流しで深い優秀を強いて引き立てるような力のない美笑を見せながら入ってきました挨拶をかわして椅子ににける。すぐに所長はあなたの祈りが届きましたよ。 と言い出しましまた。調べてみたところあの2人にはつまり奥さんにも和泉君にも疑わしいところは何もないのです間もなく2人ともここへ帰ってみえますよすると何ですか育三氏はたもとからタバコを取り出しました結局その嫌疑は晴れたというそういうわけですか 二人のために祈ると言われたあなたには何よりのお知らせだと思って一足先に参ったわけですつまり犯人は犯人は他にあるそういうことになるんですかそういうことになりますなもしも犯人があるとすればですね所長はここでグッと体を反らし 例の楽な姿勢になって目をつむりましたそろそろ本領が出たわけです私にはどうしても解釈のつかないことが一つあるんですそれはですね成瀬氏がどうしてあの吸い飲みの薬を飲んだかという点ですというとそれは どういう意味であなたもお聞きになったそうですが実は私も成瀬氏から聞いていたんです毎夜12時頃に誰か来て臭素剤シロップの中へ毒物用のものを入れるあの話ですねある機械で 私も死の口から聞いたんです。僕は、しかし僕は信じなかったのですよ。だって、まあお聞きなさい。例えばあなたが信じなかったにしてもですね、ナルセ氏は誰かが来て毒物用のものを入れるのを見たという。 そういう以上、ご自分は信じていたのでしょう。それなら、死は絶対にあの水飲みには手を触れないはずじゃありませんか。他のものなら知らぬことを、ナルセ氏だけは飲むはずがない。なぜなら、その中に毒物用のものが入っ 知っていることを知っているんですからねなるほどこう言って松川氏は初めてタバコに火をつけました気のせいかマッチの火が震えるように見えますそうおっしゃれば不思議ですねしかしおじはもう病気でかなり神経も鈍っていましたから そういう解釈もありますが、私は別にこんな風なことを考えてみたんです。それはですね、あの、毎夜十二時云々という話は、あなたと私たちしか聞いていない。他の誰も聞いていないんです。逆に言うと、 私たちとあなただけは知っているが、他の誰もそんな話は知らなかった。そして、あの水飲みの薬を飲むからには、ナルセ氏も知らなかったのじゃないか。こういう解釈です。よくわからんですが。松川氏は、 ふと何やら英語でつぶやき眉をしかめながら所長を見やりました「おじが何を知らなかったというんですか」「あの水い飲みの中へ誰かが毒を入れるというあの話をですよ」 所長は大きな生あくびをし椅子の上で身をそらせましたほかの者のと同様になるせしも知らなかっただからこそ水いのの薬をのんだこうがあれば最も,も自然じゃないですかしかしあなたは現におじから聞いたとおっしゃったでしょう 僕が聞いたことはともかくもしあなたの聞いたのが事実とすれば事実とすればいいですか私の聞いたことが事実とすればですねそれは成瀬氏ではなかったということになるんですその時松川氏は突然タバコにむせて。 身をかがめながらこんこんと激しくせき入りました所長はのんびりとその静まるのを待った上眠たげなまだるっこい調子で「病室は暗かった枕伝統は濃い色のシェード食行も弱い汚れて乱れた白髪のかつらをかぶり 毛布に包まれていれば、まして初対面の私たちには、それが本当になるせしかどうかわかるはずがない。事実、その時は私にもわからなかった。けれども、ちょうどおとといの晩でしたよ。私は、 寝床の中でほっぺたを蚊に食われた。こう言って所長は自分の右の方を指さします。このところです。それでピシャッと叩きつぶしたんですが、その時ふと病室であったことを思い出しました。というのは、 私が信頼のそばでナルセ氏の話を聞いていたとき、二度まで蚊がナルセ氏の方に止まったんです。死の方がその反応でピクピクけいれんするのを見て、私はそっとその顔を追ってあげました。私はそれを思い出したんです。 そして神経が不随であるはずの部分が蚊に止まられて神経反応を起こすはずがないということに気づきました。いかがですか松川さん。どうも、お話がぴったり来ないんですが。では、説明しましょう。 所長は相変わらずだるそうな調子である人間がナルセ氏を寝台から抱え上げ病室の向こうにある物置部屋へ移したんですそして用意してあった紛争をして寝台に上がり合同三省の来るのを待って例の毒薬の話をした その人間は見事にナルセ氏の役を務めたが健康な不随神経まで支配することはできなかったこれでぴったりするでしょうですがいったい誰ですそんなことをする男は誰だというんです他の誰も知らないことを知った ている人間です。毎夜12時というあの話を知っている人間詰まるところ私かあなたかどちらかですその瞬間の行き詰まるような沈黙は忘れられません蒼白になった顔で所長を睨んでいた松川氏は 弁しようと口を二三度開きかけましただがもうその力はなかったのでしょう低くうめいたと思うと両腕で表を抱えながらテーブルの上へうつ伏せになりました私はこれ以上何も言いません所長は静かに続けましたあなたにだけ知らせてあげることがある それは、ナルセ氏が毒を飲まなかったということです。非常なショックによる心臓麻痺です。何がショックになったかはお分かりでしょう。ともかくあなたにとっては幸運でした。そしてどうか、こういう幸運には二度とお預かりにならぬように、 ご忠告しますその時表へ自動車のつく音が聞こえました所長は椅子から立ちながら一枚の紙切れとハンカチとテーブルの上へ置いてこちらはいつかの遺言書ですと言いましたそれはもういたわるような暖かな響きのこもった調子でしたそして このハンカチをあなたの手から泉くんに返すだけの食材の勇気を期待します。それがあなたの新しい出発ですから。所長はこう言って応接間を出ました。玄関へ出るとちょうど夫人と泉くんが入ってきたところです。二人はこちらを見てびっくりしたようでしたが、 所長はニコニコ笑いながら近寄っていきましたどうも大変ご迷惑をかけて恐縮です何もかも私の考え違いでしたこんなことはめったにないのですが誠にすみませんお許しを願います謝るというよりお祝いでも述べているような大層ウキウキした調子ですそして二人が返事をする隙もなく 所長は、泉君、と親しげに呼びかけました。ご覧の通り、奥さんは一人になられた。これからは君が力になってあげなければならない。奥さんの頼みにするのは君だけです。どうか、強烈な考えを捨てて、素直に、強く生きてください。 そして珍しくも和泉君の肩をたたき夫人と二人を見比べるようにしながら人間は死ぬまでしか生きない確かに愛し合うのは生きているうちだけです愛するものがあったらそしてその機会が来たら時を失わずに愛するがいいのです お詫びの印にこの言葉をお二人に差し上げます。失礼しました。幸子夫人が泣きそうになったと思ったのは、私の誤りでしょうか。車へ乗ってからも、私には夫人の喜びのおえつが聞こえるように思えて仕方がありませんでした。しかし私にはまだ一つ疑問があったのです。それは、 ナルセ氏に与えた非常なショックというやつでした君は頭が悪いね所長は眠そうな声でこう説明してくれましたナルセ氏は一度松川に物置部屋へ運ばれたことがあるその驚きがまだ残っていたそこへまた松川の姿を見つけたんだ 彼は夜更けに非常はしごから病室へ入り、自分で僕に話した通り、水飲みの中へ毒物を入れた。そして、光の届かないところから様子を見ていたんだ。ナルセ氏は水飲みを取り、それを口に当てたとき、松川の姿を見つけた。 その恐怖と驚きが心臓まひを起こさせたのさ。松川はそれを特使したものと思い、泉君のハンカチを。ちえ、君はまだ俺にこんなくだらないおしゃべりをさせるつもりかい。その上、仕上げが相変わらずのアメん坊ならというんだろう。 俺はアメんボさ。だが、俺は。そして、我が寝ぼけ所長はいびきをかき始めました。